俺のドリルは点をつくドリルだ。そしてパカッと、もちろんミニフィルは取り外すことができます。忍者号71765を組み替えてコールのドリルロボ、このセットを組み替えて今回はコール専用のロボットを作ってみました。この動画ではこの作品の紹介をしていきますのでご覧ください。それではどうぞ。黒をベースに金色や紺色を使って、色合いはコールらしいロボを目指して作りました。コクピット、今回やりたかったのはこのコクピット部分です。このパーツ実は一つのパーツではなくてバラバラの同じパーツを4枚組み合わせて作ってるんですね。このセットには4枚入っていたので、あ、結構綺麗なコクピットの形できるんじゃないかなと思って、今回これを作ったきっかけとなっております。4枚閉じてもこの間ね、間が空いてしまうのでロボットアームの先で装飾を施しています。では早速コクピット開いていきましょう。まずはここの上の部分ですね、ここを開いてロックを外します。ボールジョイントなので結構動かすことができます。そしてパカッと開きます。もちろんミニフィギュアは取り外すことができます。ロイドが入ってますね。中はこんな感じ、操縦席意識して作ってます。本当は全部タンで作りたかったんですが、インゴットが金色しかなかったです。タンだったらもっとふかふか感出てるんですが、金だとゴツゴツした感じが出てますね。ちなみにここ現状少しね開けることできるんですが、ここ開けば開けられます。ただこっちはですね、薄いターンテーブルのパーツを使ってガチッとボールジョイントとこの部分つなげてるんですが、こっちにはターンテーブルのパーツ足りなくてつけてないです。なのでちょっと不安定です。そーっと開けます。これ見てわかるかな。そうすれば横もある程度開くことができます。さあコールを戻して閉じていきましょう。いやー、自分で言うのもあれですが綺麗にはまって気持ちいいですね。うん、全方位ガラスだと外が見やすいですよね。背中メカメカしい、そんな要素を入れたかったのでブースターや排気筒をイメージして作ってます。この黒と黄色の部分がブースターですね。でここが排気筒、真ん中にはね歯車パーツを使って、まあ、よりメカメカしい動きがあるように作ってみました。結構ごつい感じの背中です。飛び出してます。腕、肩の部分はポージングが取れやすいようにあんまりごちゃごちゃと装飾つけてません。なるべくこじんまりと作ってみました。なのでこういう風にぐるぐると回すことができます。後ろからもこんな感じです。肘関節の部分もボールジョイントとあとヒンジパーツを使ってます。ここですね。なのでいろんな方向に動かすことができます。こういう風に伸ばすこともできます。さあ唯一の武器ドリルです。コールは地面系の、忍者なのでこういう風なドリルがつくこと多いですよね。このドリルですね、カチカチと回せます。どうなってるかというと、よいしょ、こんな感じで長さを調節してつけて、ここの部分ですね、綺麗にこのドリルの中の溝にはまるんですね。よいしょ、ちょっとした発見でした。パリカリと好きなところでね、とどめることができます。反対側も同じ作りです。足、今回使った71765のセットはパーツ数が1104個入っていて、結構ね今までの組み替えやってきた中では多いセットを使ったんですけど、赤と白と紺と黒の合体ロボなのでパーツの色がまちまちなんですよね。整ってないんです。なので今回半分以上多分パーツ使ってないと思います。なのでね、そのコクピットをちょっと重点的に作ったので、それ以外のその足の部分がちょっとね色揃えるの苦労しました。まずは股関節、
いやー、この股関節ちょっとここ外しますね。新作のパーツなんですよ。ここの股関節パーツですね。この昔からある、なんでしょうね、結構保持力の強いジョイントと、このねヒンジパーツ、しかも2個ですね、くっついてます。なのですっごく保持力が高いです。なのである程度開脚をすることもできるし、前や後ろにも動かすことができます。めちゃくちゃ便利です、このパーツ。今後のねオリジナルロボットでもね使っていきたいと思ってます。今回はコクピットから作っていったので、コクピットからするとちょっと可愛らしいプロポーションがいいかな、まあ、鳥山明のロボットとか、あとグレン・ラガンのラガンみたいな、ちょっとまるっとした可愛らしい感じを出したかったので、足先ちょっと大きめに、なんかバタバタ歩くようなメカをイメージして作ってみました。足元ね。でかかとの部分、まあ歩くって言ったんですけど、一応ローラーみたいな部分もつけています。俺のドリルは点をつくドリルだ的なポーズ、ドタバタと歩いてるポーズ、地面をドリルで掘り進むポーズ、ファイティングポーズ、排気筒やブースターを吹かしているポーズ、いかがでしたでしょうか。過去作の組み替えでは作り方を載せていたのですが、ちょっと今回サイズが大きいので大変そうだなと思って紹介動画だけ投稿しました。もし作り方見たいよ、作ってみたいよって人がいれば、組み替え動画編集して投稿するかもしれません。ぜひね、コメント欄でお知らせください。今後もオリジナルのレゴ作品紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。それでは、バイバーイ。